いやマジお水お水少なすぎ案件お金あるからご飯がちょっと心配。飯が雲を襲いに行くときさ武器変えようよでもここで敵湧くでしょ。来るよきっと来るよ。私は知ってる。さあラストさあほい、あと20分一瞬だよ。20分。ほい、どうも。あれ、え、そっちあれまだね、そっち。はい、どうもレベル6達成。あ、トシ、あ、トシになった。おめでとう。え、今完全に敵来る流れだったでしょ。罠だらけにしてしまえばいいのでは。もうなんならこう閉じ込めてもいいのでは。納金でいく上流層受け入れろ。上流層の市民が登場。あ、やったね。コナン君。あ、まだ最初からいる研究者の。そうか、安定者収入得てるもんね。7000持ってるよ。でもどうしよう。君いずれクビになるかもしれないよっていうね。割と寝ぼけてるっていうね。ペロペロー暗黒茶でーす。ということで今日もギョッとでのんびりとアラトピーやっていきましょうってことで例によって続けるポチッとな。いやね、珍しく真っ昼間、いや午前中に収録してるんですよ。午前中って言っても深夜とかじゃなくて今午前9時57分とかなんですけど、いや珍しいいやまあなぜかって次編集する場がないからなんですけどね収録がね、データの取りだめがなくなっちゃったからっていう、それだけなんですけどね。本当ならね夜中やるつもりだったんですけど、ってことで次やるべきはあれね、やるがやん、雲ね、雲とあとあれだ、洋服作るとこ確か作ったんだよね。そこにおい、あ、大丈夫か？ちょっと隠れる気がする？いや、いつもね、私、再起動してから PC をね、やるんですけど、ここね、ここ。今回やってないっていうね。やばいかもしんない。ここに、ルナちゃん割り当ててないでしょ？ルナちゃん入れての、で、そう、シルクが、まだ作れないから、解雇か。で、こっちだ。これが、あー、そう、生活用品ね。はいはいはい。ロープじゃねえわ。布。布って何に使ってんだ？何に使ってるか分からないんだけどね。あとなんかそうそう、またアップデート情報が3月1日かな？アップデート、開発進捗状況っていうのかな？があって、あれっぽいですね。なんかラトロンだけじゃなくて電気の機構もなんか実装されるっぽいのかな？なんかだいぶね、詳しくはニュースとか見てもらえればと思うんですけど、えい。ねえ、なんかまた、発電機構とか、電気を使う機構とか、なんか、電気を貯める機構とか、いろいろあるみたいですね。まあ、それも楽しみですね。まあ、30個ぐらい未満なら作ってもらう。ルナちゃんが、ここでいいのか。ルナちゃん。はい。ここにあるね。郵便局。で、いや、マジお水、お水少なすぎ案件。ね、まさか蜘蛛の巣から取れるお水があんなに少ないと思わなかった。本当に強いだったね。あ、戦争の信念。あ、待って、戦争の信念思い出した。ちょっと待って。あれだよ。トーテム。トーテム作ったべ。戦争の信念もいいんだけど。あった。根津い。あ、いや、花ねんだ。じゃあ待って。神殿。ん？犬の神殿は作れるんだ。指導者は新しい持続効果とスキルを使用できます。なんだろうね。ネズミはね、試したけど、犬は試してないんだよね。確かね。っていうのと、あった。戦争の神殿。作っといてもらう？どこに置こうか。これもあれでしょ？きっとカバー範囲があるんでしょ？待って、一回、例の撮影モード。ページダウン。どこにしよっか。今、戦士の小屋がここと、ん？ここに2軒、一番初期のがあって、ここに次のクレードがあるでしょ？でもさ、次街広げていくっつったらさ、どっちがいいんだろうね。ここ上掘ってみる？わあ、すっげえな、ここ。まあなんか、誰かのスクリーンショットで、多分アップデートじゃねえわ、リリース直後に、早期アクセス開始直後にここ全部くり抜いて、中に住居作ったよ、みたいな人の、なんかスクリーンショット見たことありますね。ここ敵出てくるよね、割とね。ああ、そうそう。墓とかなんか増えてるっぽいよね。ちょくちょく。だからそれも倒さないと、なんか襲撃来た時にそっから敵出てくるっぽいから、それも気をつけたいとこだよね。願わくばね、この周辺にはね、ちょっと記念碑あるから、湧いてほしくないなとは思うんだけど。
ね、願わくばで使い方合ってる。願わくばで願ったらの意味だったっけ。そうか。じゃあ、こっちにする？やっぱ近くにしとく？この辺にしとく？そうする？そうしてみようか。ここに作った、そうだね。ここに作ろうか。よし。大体適当。じゃあ、設計だけ。設計図だけ置いといて。お金あるから。ご飯がちょっと心配。飯が。で、採掘ホリホリ。ホリホリのを、こっちね。ここら辺に、とりあえず掘り進んどいてもらって、で、戦争の神殿を、はい。まあ、試しにね。試しに。ベッドも必要だよね。まあ、でも近い方がいいか。ここで、で、ベッドを、二段ベッド。はしごはまだいいよね。ちょっと爪爪だけど、ここに置いてもらって、はい。あれ？今ここ入れなかったっけ？あ、一段、もう一つ空いてんのか。上も空いてたね。よしよし。で、雲のストリーノで、あ、そうだ。そうそう、雲のストリーノの時さ、武器変えようよ。武器危ないよ、あれ。グラディウスにしよう。ちょっと、1だけど。倍か、2か。レイペ、2か。2か。どうなんだろうね、1の差って。はい、グラディウス。シフト。はい。え、吹き砂気配。あ、冬になった。ウィンター。エイプル君めっちゃ顔悪い。あ、こんなもんか。待って。敵来る？敵来る？ちょっと待って。それは、もう、敵来る？まあ、敵来るなら、待って、クモンスやってる場合じゃねえな。多分、クモンスそれに行ってる間に来るよね。まいったな。だんだん強くなってくるんだもんね。今、レイピア戻しいの。冬だ！また来るかな？クリスマスリーイベント来てほしいな。そしたらさ、シルクとか、立てようよ。ね、今度こそ、なんかツリーとかでしょ？確か。ここも、ほい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 。あれ？あれ、葉っぱねえ。あ、水がねえんじゃない？やっぱ。やっぱ危機的だよ。あ、水さ、さっきさ、なんか見かけなかった。ここに、あ、ちょっとあるよ。え、これでも30でしょ？え、全然いいよ。そしたら待って。ここ行って、はい、イザン君掘ってもらって、こっちを掘り掘りで、ここ進んでもらおうか。2マスだけど、ここまで行ってもらう。うん。敵来るのか、参ったな。どうしようか。あ、そうそう、あとここ。なんか、はしごの置き方がめっちゃ中途半端っていうね。よし。葉っぱね。そうか。え、敵来るんでしょ？待ってよ。だってさ、まだいいとは思うんだけど、この敵の強さ的に。でも、ちょっと怪しいよね。私の HP はぼちぼち減ってます。いや、回復しとくか。ね、一応した方がいいよね。いいんだよ。あ、すみぐんない。HP の最大値とかはさ、増やせないのかね。はい、はい、はい。はい、OK。ねえ、って思う。あ、ご飯減ってるよ。お水取りたいマン。お水取りたいですね。あ、お水あるじゃん。あれ取ってないのかな。これ、いつかの。いや、いつかのじゃないか。今、落ちてきたやつかな。おい、おい。マジ、2個しかない。あ、鉄インゴット来た。鉄インゴット何使うんだっけ。あ、この辺も材料足りないし。花がねえってことは水がねえ。マジ、水。水取っとこうか。水取り祭り。と、あ、もう来るかな？ここから湧くよね、多分ね、これね。ここももう一個置けるね、アイテム。軍事施設。サソリ取ってないでしょ？トゲのワンド燃えときます？はい。え、この辺やばいかな？あ、水あり、水。ねえ、水を、こう、取れる状態にしてくれる人が、まあ、一人だけなんだけど、なんか、どっかで水取りに行ってくれてんのかね？範囲確か広くしたよね。はいはいはい。ここも水。水取っておくれ。ほい。まあ、拾う、あ、そうか、あれか。拾うのは別にどこの、どれだけの範囲でもやってくれるけど、この取れる水っていう状態にしてくれるのが、あの貯水槽の一人だけかな。来るよ。来るよ。来るですよ。どうしようか。あ、ここ水めっちゃある。でもここで敵湧くでしょ。来るよ。きっと来るよ。私は知ってる。さらさっさ。ほい。あと20分。20分。一瞬だよ、20分。ほい。どうも。あれ？え、そっち？あれ？まだね、そっち？ハイのレベル6達成。あ、トシ、あ、トシになった。おめでとう。え？今完全にあの、敵来る流れだったでしょ。どういうこと？トシが反映しています。小トシからトシにレベル6。より多くの施策。やった！ 6 からさらに8になった。また2増えた。
都市による住民が、あ、住民100のままだ。100が上限なのかな、より高い能力を持つ住民が現れます。1から6、1から7。これ1からっていう最低が上がってほしいね。2から6とかね。待って、敵くんじゃないの、パッパラじゃないよ。ぜえね。ありがとう。来た。あ、来た来た。どっち、どこ、どこ、来るよ。あ、右上と左。ペペペペペペ。あれは、あれじゃない、ゾンビラット。またすぐ作ってくるかな。どうもどうも。実質、実質。こっち。建物優先？君、リング、リング危ない、リング危ない。それ危ない、リング危ない。肉立てになってるのありがたいんだけど。これは普通のゾンビだったね。ゾンビだったら、まあ。1、1、1、1とか2とかだから、まあ、いいんじゃない？いいよ。私こんな強かったっけ？オッケー。ただよ。はい。大丈夫かな？一応心配だから持ってくよ。リング、いいんだ。ねえ、突っ込んでっちゃったもんね。利用中です。ダメだ。あれ、上空いてんのに。マジ？ちょ、待って。ベッド。よし。ここでいいや。よし、オッケー。よし、ラスだ。はい。あと、あれ、イタチいないね。イタチとかいるのかな？イタチとか。あ、ここ飛んでるでしょ？あ、イタチいた。まだイタチ1匹とかだから少なめ。はい。待って、ピーターこっち待って。ピーター、終わった。あ、終わったっぽい。はい。アサイのありがとう。はい。あら。からの修理。ポロ。結構壊された。やっぱここトンネル安定っぽいよね、なんかね。そしたらもうあそこさ、軍事施設集結所だっけ、あれ移動して、おい、これもトンネルっしょ、集結所移動して、あそこもう罠だらけにしてしまえばいいのでは、もうなんならこう閉じ込めてもいいのではね、さすがに閉じ込めちゃうと経路ないって判断されちゃうかな。土壁、はい、大きいの。いや、参った。修理。ここも修理。あれでもまだ、イタチ少なめだからまだよかったね。いや、優しさ残ってるかな、ほんと。だといいんだけど。パラパラ。おい。そうだよ、あれだよ。まさか、6行くと思わなかった。おい。あ、水ある。もう水取ろう。水祭り。あとは、あれだよね。今、下に敵湧いたっぽいから、下が壊されてないかどうか。はい。あれ、寝かせた子は、もう、大丈夫、元気。ベッドいないね。ほい。そうか。じゃあ、したらここの集結所さ、壊されちゃうよね。集結所に命令出してても、きっと壊されちゃったら意味なくなっちゃうんじゃねえかなと思ったりもするんだけど。この水どっから来た？マジで。だってここ橋があるでしょ？ねえ、雪が溶けたとかもないよね。どっから来たんだろう、この水。ずっとあったのかな？はい。水。ご飯がやばい。ご飯が150になってる。やばい。いや、多分ね、生産できてねえ。それある。マジでそれある。はい。いや、マジ、水増すと。お水問題、マジ。お水取って、とりあえずもう作ってもらって、で、作るのにも、確か2、3日かかるでしょ？あれ、雨降ってないよね。上にまたある。はい。で、この S 回って。よし。雪降っても別にお水はないよね、きっとね。あと BGM、こんなんだったっけ？なんか、2年目だから変わったりするのかな？いや、マジ、ご飯問題やばいね。ご飯問題ってあれだ。草が成長しなくなったんだよね、多分ね。ってことは、めっちゃいる。かわいい子いる。伐採場？ここのジェン君なんか仕事がなくなっちゃうよね。ちょ、オリ君、飯食ってるけどすまんな。おい。はい。逮捕だよ。エスパニュー！で、あれだ。ん？あ、まだ水ある。お洋服は作ってもらってるでしょ？おい、法律だ、税魚税、食料の消費量、キノコ、あ、キノコは、キノコもう一軒作る、キノコ手軽だよね、めちゃくちゃね。だって木があれば作れるでしょ？木めちゃくちゃあるもんね、確かね。消費量が一番多い順、穀物そのまま食ってる人がいる。あ、そうか、そうね。穀物を、粉に変えるマン、小麦粉にするマンもなかなかいないでしょ？生肉、キノコ。魚ベリーないね。パンもないね。蜂蜜もないでしょ。うん。ミルク、キノコ、肉、穀物。ミルク、キノコ、肉、穀物で行くと、税は、ミルク、キノコ、肉、穀物。全部入ってるね。入ってるわ。そしたら、お金は、とりあえずいっか。そうだね。そしたら、キノコ作るマンもう一人くらい増やす。一人雇って、
ちょっと、アローバリアと、待って、高血圧とか大丈夫？大丈夫ね。不器用。不器用。今あんま人増やしたくないね。好戦的。生産速度マイナス20。そうか。スタン君。スタン君ちょっと戦闘向きな感じするね。名前からしてね。そしたら、何？エイブル君。はい。はい。ん？あ、違う。お金持ちになりたい。はい。貧乏なのね。50円しかない。このパン食べなさい。パンあげるよ。はい。あれすればパンはいいけど、焼肉するところは、私、まだ作ってないんだっけ、料理。研究はしたんだっけね。貿易、はい。どうだい？更新しますか？あれ？こうだったっけ？あ、出てくるね。作量3、3回。オッケー。はい。お金の方は割と良さそうよ。30ある。またあれだよね。きっと記念碑が建てられるようになったら20とか使うんじゃない？まあでもそれは先の話か。2回ぐらい。はい。名刺、貿易、お金あるから、ちょっと買っちゃうってのも手か。プレイヤーさん。ねえ、チーズだって。あ、これで最大体力増えるんだ。どれぐらい持つんだろうね。輸入で、ミルク、肉、草、チーズ、蜂蜜、ミルク。肉は10で144。ミルクの方が高い。蜂蜜高い。チーズ160。チーズちょっと興味あるね。チーズ食ったら幸せになるかな？いろんなもの食った方がいいのかね。仮にチーズ輸入すると168。5個で168。結構だな。45で1500。まあ、でも、1日で45個ご飯増えるって考えると、あ、そう考えるとあれだね。お金増やしまくって輸入しちゃうっていう手もありだね。食糧難を解決するっていう。ありだね。お金さえあれば？中断。そうか。待って、最終手段で一応考えとく、それ。ね、100切ったらちょっと一気に。だって1日で運んでくるでしょ、大体。ね、それじゃあ、キノコ。キノコ麺を、どこに立てようか。ここにキノコ麺いるから、ここ、はしごとか立てられないかな？ダメかな？なんかこの辺とか整えとく。そういえばそう、なんかちょっとふと思い出したんですけど、なんかそのね、アップデート予告というか開発状況の方にはあったんですけど、なんかドローンみたいなのがね、もう実装されるみたいで、それが実装されると、こう、なんだろう、ネズミちゃんたちが届かない場所も建設してくれるようになってくれるみたいな、それもなんか便利そうですね。この辺さ、この辺ちょっとさ、なんか、汚いからちょっと整えて、ここ水出てきちゃうでしょ？水出てきちゃうから、ここは壁じゃないとダメだよね。ここ、壁、ここ C の、こっちも、ここも通れるようにしとくいいの？で、3マスぐらい。どうしよう。そうだな。ここ水あるな。ここ掘って、水溜まってほしいな、ここね。ちょっと溜まってほしい感あるけど、ね。ここ3マス掘って、こうして、こっちも3マス掘って、ここも3マス掘って、で、ね、未だに土壁なんだよね。なんかランク上げた方がいいのかね。ここどうしよっか、ね。やっぱなんか横が空いてるとちょっと怖いよね、万が一。落下した時。ここ水取って、水溜まってる。なんか、ああいうちっちゃい穴、ちょっと直々あった方がいいかもしれない、もしかしたらね。ほい。そしたらさ、ちょっとまだあそこは建設する予定ないから、ここを止めとけば水まだここに流れるでしょ。とりあえずそれで、ぜひ乗っちゃった。ね、お水取って、流れちゃった。で、キノコ、またアイビー君。アイビー君？犯罪者は誰？逮捕出ないよ。修理は出るけど。修理出る。ほい。コルさん？ん？コルさんかな？傷ついてたのかね。で、軍事じゃなくて、生産。原材料？キノコ。菜園系も作んなきゃ。キノコ農園。キノコね、割とあるから、あるうちに作っとこうよ。ここと、もうキノコ2個ぐらい立てちゃう。あり？キノコだって楽だもんね、増やすのね。キノコ、ほい。
なんならキノコの価格を下げてしまうそれもありだけど、え、キノコなかなかいいと思うんだけどな。ねえ、そしたらベッド必要だな。ベッド草ないね。草ないけど、あー、そしたらここ開けてここベッドにしとく。こここうして、あー、そうか、今壁置いたんだ。待て、壁置いた。そうか、ここギリ壁置かなくてもいいのか。あ、せっかく作ってくれたらもったいないねえ、ここにベッド置こうか。いや、みんな暇なのかね。ほいほい、ベッドどうしよう。草がないんだよね。ちょ、草また爆発的に増えますかね。141、なんかご飯の減りが異常に早い気がする。多分全部止まってんじゃない、ご飯作ってるところ。参ったね。草どっか。あと、そうそう、この速度、はしごよりもやっぱここを普通に手で登る方がちょっと遅いかも。なんか編集してそんな気がしたような。あ、そうか、今冬だから成長しないんだ。参ったね。やだらーやー。新しい獣舎、はい。で、キノコでき、土があればできるもんね。そしたら住民、あ、発熱、あ、ご飯だ、ありがとう。うん、いいよ、採用。はい、足りないかな。そこも、はいはい。じゃ、上の方が近いから上入れての、ギャビン君で、ここは、100個だっけ？倍作ってもらう倍作ってもらう。5200作業量かかるけど。まあ、いいか、当倍で。はい、100個今生産してもらう。で、戦士のところもできたかな？できてる。はい。で、ここが、すごいね。ここに、スタン君。なかなかふさわしい名前だよ。どうしようか、職業。ドルイドか、戦士か、速攻兵か。回避が上がる。攻撃力が上がる。攻撃された敵の移動速度が下がる。あ、森の魔法を使う兵士です。魔法、敵を攻撃して遅くします。森の力を持った兵士です。強力な一撃で敵を押し出します。強そうだね。森の柔軟さを持った兵士です。速いスピードで攻撃を回避します。回避も見てみたいけどね。なかなか極めたら強そうだけど。まあ、純粋にちょっと、脳筋でいく脳筋戦士で。あとは設定は、ああ、広範囲ね。広範囲はまあ広くしとく？しとく？あの辺の敵は大丈夫だよね。あ、でも右はカバーできないね、これね。まあいいか。40が限界だもんね。で、スタン君入れて、はい。で、暇人、いや、これはあれか。ベッドはないんだな。オッケーオッケー。で、キノコを作ろう。作ってもらえ？はい。上流層受け入れろ。上流層の市民が登場。あ、やったね。あれかな、洋服とかで、なんとか上流層になれたのかな。誰だろう。市民 ?1 って書いてある。階級。コナン君。あ、まだ最初からいる研究者の。そっか、安定した収入得てるもんね。7000持ってるよ。やばいね。大半持ってんじゃない。もうコナン君から税金むさぼっていこうぜ。ねえ。いくつだっけ？いくつあればいいんだっけ？ 3000 か。だいぶ持ってるね。あ、で、46分の48だ。不足のない裕福な状態です。素晴らしいね。1日所得200。所得200で安定するんだね、毎日ね。そういうことだな。でもどうしよう。君いずれクビになるかもしれないよっていうね。80何日目にして。すげえな。いや、もうずっと昔からいる子だもんね、バローは。私の毛を見て、こんなに輝いてる。この綺麗な街が大好き。いや、マジほんと。なんだろうね。なんだろうね。自分が幸せだとやっぱ、街が好きなのかね。なかなか闇が深い気もする。あんまりまだね、生活用品用意しないけど、ねえ。もう最高級なくても高級だけでなるんだね。服だよ。服と靴と。そうか。え、12、12、24、8、8、16、30、40? あ、で、48。そうか。46って結構なんか全部じゃなくても割と行くのかもしれないね。いや、はや。記念すべき上流階級だね。で、ここにも、あ、いないんだね。で、ベッドを置けるかい？あ、草ある。よしよし。せめて設計図。よしよしよし。よし。で、マジお水。あれ？あ、ここ一回壊した感じ、水出ちゃった？ちょっと出ちゃった。ちょっと出ちゃったかもしんない。なんだ？ブリザード。ブリザードの効果何なのか。ちょっと視界が悪くなるし。水凍ったりすんのかね。どうなんだろう。あ、これお水もったいない。
あ、でも魚さんが生きていられるような。あれ、どうした魚持って、どうしたよエイプル君。あれ、なんか道に迷ってるわけでもない。どうしたんだろう、あれはやばいんじゃない、あれ餓死するよね最悪。エイプル君、え、魚置く場所がない、どうした。え、一回クビにしていい、一回エイプル君クビにして。はい、で、からのエイプル君配置、もう一丁いける。エイブ君戻ってこない。なんだろう、詰まってたね。え、怖いね。しかも通知出てなかったし。そんなこともあるんだ。もう蜂蜜、蜂蜜入んな、もしかして。はいはいはい。あ、入んねえわ。大丈夫かな、また詰まってたら困るね。あ、いつか。いい時間な、早いな。そうか、まず最後ここ、キノコ入れたいね。住民来るかな。あとお水ね。お水と、いやー、マジ。129。え、やっぱ、ご飯、気をつけた方がいいよ。また、貧乏になっちゃうから。あ、私医者、来たよ。で、なんか、ご飯持ってる子。ご飯。あ、金鉱石。あ、それでも全然採用。はい。はい。OK。なんなら私が持ってった方がいい、これ。おい、金鉱石。おい。お金は2万4000と。いや、私まだ起きたばっかだからね、割と寝ぼけてるっていうね。オーベン君、こんな時に。よいしょ。よいしょ。まあ、近いから。ね。この昇降機の近くだから楽だね。で、ここに、ほい。トム君、ゴー。で、あとはベッドできたら、あー、草ないっぽいかな。あ、あるじゃん。あるある。そう、あれなんですよね。ここで選択しようとしても、アイテムを。一回まずこの枠全体の選択に切り替わるから、それをやってからじゃないと選べないっていうね。それで私なんか全然関係ない住民の詳細とか見てたりしたんだよね。OKOK。 よし、あー、ごめんねミヤちゃん。ごめんね、持ってきちゃった。よし、でここに誰だっけ、トム君とギャビン君、キノコ園だね、ギャビン君、マジだ、トム君と、おい、ギャビン君、はい。あ、そういえばさっき、ちらっと、あれだ、医者、お医者さんがベッドに寝るときに、なんかベッドをね、上に上がってたんだよね。どこだっけ？テオくんのベッド。テオくんのベッドどこよ？あった。あ、下に配置しても上に行くのかな？空いてるとこ行くのかな？どうなんだろう？ちょっとこれ動画確認だな。もし下、いないのに上に行くんだったら、こっちが下ってことになるけどね。よし、ちょっと一回区切ろうかな。あー、スタン君なんかすげえ民族っぽくなってる。へえ、ちょっと一回ここなら辺で区切りましょうかね。と、あとそれだね、あれだね。気になるのが、繁栄度の内訳よ。あー、まあ6になったからまたマックスではないのか。どうなんだろうね。さっき上がったのは、やっぱ市民点数がちょっと上がったのかな。ね、一番低かったもんね。上が一番高かったもんね。ってなると、やっぱバランスよく開けた方がいいのかしら？あ、繁栄度効果なんてあるんだ。あー、ん？能力の範疇？運用可能な制作数。あー、それはあれか。いつものやつね。なんで優しい。ほんと優しい。これ以上敵の攻撃が激しくなってほしくない。次の投球まで 68,550。68,000。1.3 倍ぐらい？マジか。なかなか大変そう。そうか。あとは、ご飯がちょっと今心配だけど、あんまりあれなんだよね。貿易に頼っちゃうと、ね、いざ頼れなくなった時に困っちゃうから、ね、それもなかなかだよね。未払い税金3000もある。でもまあ、コッコも安定してるし、あとご飯だね。ご飯、キノコ2軒建てたし、まあ、それでいいんじゃないかなって思う。で、水だ。そういうことね。食料123だよ。やばいね。来るまで1日かかるから、ちょっと待って、一回だけ頼んどく？ありだな。2万6000あるから、フレイヤさんに貿易。一番安いのでもいいんだけど、なんかチーズって、あ、チーズ体力上がるんだっけ？輸入、ミルク、肉、チーズ186。5個で186。え、マックス。
45円、1600。なかなかの値段だけど、今あるお金からしたら結構いいんじゃない？ 1 日で、貯蔵庫、どっちがいいんだ？入るかな？入んなかったらどうなんだろう？どっちもいっぱいなんだけど。45で40でどっちもいっぱい。まとめてくれないかな、これね。だって、運ぶの手間でしょ、手で。ねえ。貯蔵庫も作んなきゃ。サーマス？ここへもう一個置く？ありだね。ありだな。これ入らなかったら無理なのかな？どうなんだろうね。試しに貯蔵庫 1？ いや、貯蔵庫0に入れてみよっか。入んなかったらどうなるんだろう。ね、1日で届く45個飯。それはありがたい。チーズ輸入。1674。いいよ、買う。はい。よし、OK。はい、ということで今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。次回ものんびりとやっていきましょう。貯蔵庫基本、はい、よし、立てとこ。オッケーオッケー、よし、スクショいいわね。はい、ということで今回はここまでいたしましょう。今回もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。また次回ものんびりとやっていきましょう。以上、暗黒者でございました。バイバーイ、ペロペロー。